一旦後でインタビューでいいですか。本当ですか。はい。あの野馬追のこととかも聞きたいです。あの家畜化したっていうのは人間、あの馬が一番最初だっていう話は聞いてますけどね。うん、うん、動物と人間が一番先に触れ合ったっていう、あの都合よいいように人間が乗りやすいように真ん中を抵抗で、ここに靴輪をかけるところにはちゃんと歯がなくなるようになってるしって、うんうん、生活の足でしょ、うん、さっきも言ったように農作業の動力でしょ、うんうん、だからずっと何年ってそういう生活してきてるんだよ。人馬共にでしょ、はいはい、うん、避難しなきゃいけないっていうか、はい、人間避難しないでね、あの馬だけ置いていくっていう何頭かいたらしいんですけどね、あの小高町とかでも、それは後からあの区域に立ち入って、うん、あの避難させてきたっていう事例はありますね、うん、それでもうあるところで一箇所で、うん、飼育してたっていう、うん、まあ確かにあの時みんな馬をある程度人に任せて避難した人とか、うんうん、でうちの実家あたりではやっぱり馬がいるから人間だけ避難しようってことできないというような状況で、一人だけ残ってあとは避難したりとかっていう、すごくこう大変な思いをしたみたいですね。すぐ戻ってこれるかって言ったらね、解決してないわけだから、うんうん、戻れない、見えない不安っていうのが、うん、多分でしょうね、うん、まあ私らぐらいになれば多少もうっていうのもあるけどもね、うん、でも最近ね、ようやく子供たちがあの通勤す、あの通学する姿、うん、少し見始めたのはすごく嬉しいよね。うん、怒りとかじゃないんですね。もう怒りはもう収まったでしょうと。うん、諦めっていうか無事でね、東電がもう早く、うん、始末っていうかな、してほしいよな早くな。うん